どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今回もやっていきましょう。ストーレートの直球人生 R2 やっていきたいと思います。今回は神宮球場で阪神戦ですね。いきましょう。はい、リーグ5位阪神との連戦、15勝2敗と勝ち越しててすごいよね頑張りましょう。福留が最近好調、了解。ま、任せてください。お、誰だ。おー、三輪さん、よろしくお願いします。はい、いやー、足でね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。じゃあ行きたいと思います。チームは結構調子良さそう。相手の岩田投手、ゼフ長だから大丈夫かな。またまたって言っちゃいけないけど、なんか、絶好調のヤクルト打線にゼフ長のピッチャーってのはちょっと怖いよね。なんていうか、なんだかんだこう打撃力はありますから。やっぱり、バレンティンないし、山田ないし、畠山ないし。まあ、いろいろね。そう考えたらちょっと恐ろしいですけど、さあ頑張っていきましょう。18回戦、もう後半戦ですよ。だいぶ頑張ってやっていきたいと思います。さあまず、最初抑えていきましょうか。ちょうどこの間ですけども、まあね、2桁勝利達成してからなんとかもうこの勢いでいきたいと思いますけども、さあプレイ、いきなり西岡か。そうだよな。でも打率は2割5分。なるほど。足があるからな。ちょっとそこは気をつけなきゃいけないですけど。ほい。オッケー。あ、ちなみにあと最高球速がね、今まで156キロあたりだったんだけど、157までいったと思います。さーっと、綺麗にヒット。やべえ、やべえ、ちょっと嫌な予感がする。はーい。待て、ツーベース。あーは。いきなりツーベースか。まずいな。まずいまずいまずい。うわー、なんとかこれさせ、3投はねえか。俊介、左に強すぎ。マジか。せい、バントしてこい。やーらー、よいしょー、ファースト。サードは無理だな、今のは。うん。くそ、ワンアウトランナー3塁。まずいな。先制されるのはちょっとあんま、打率いいな。3割6厘。これは外角低めあたりを攻めればいいのだろう。そこ、でもチャンスに弱いのが、でも次よ、やべーっていい。オッケー、オッケー、オッケー、どうだ。よっしゃ、ナイスアウト。いや、今のはね、突っ込んできたのよく見てましたよ。さすが川端さん、見てます。わかるね、もう。うん。もうしっかりもう、余裕で、余裕ってかもう、綺麗に待っても、間に合ってましたもんね。よかったー。いや、本当に救われたわ、今の。ほい。できればこの絶好調の5番あたり福留がいたから、そこは、そこには回したくないなっていう。やべー今危なかった。危なかった、ど真ん中で。ギャハーン、あー、出ちゃった。1、あ、サード行った、サード行った、サード行った。させ、させ、させ、間に合え、どうだ、無理か。残念。うわー、ツーアウトランナー1、3塁で、ここで、あ、違った。5番関本。あ、そう、6番福留かな。マッチ怖い。よいしょ。なんとか抑えましょう。流し打ち得意だからな。だから逆に言えば内角をガンガン据えて。さあ、セカンドゴロ。オッケー。ちょっと立ち上がり不安だけど、なんとかゼロで抑えました。危なかった。初回からいきなり。よかったよかった。綺麗にポテンと、セカンドゴロ、ちゃんと、ゴロにしてしまえばこっちのもんなんだよな。はい、行きましょう。で、あ、やっぱ6番福留か。なるほど。ははー、それはちょっと怖いな。先頭だからな。うん。よいしょ。いきなりこう6番でこの強打者に鉢合わせるっていうのは若干嫌ですけど。わおー、うわ、セカンド守備範囲広っテストさんすげえな。ありがとうございます。ワンアウト、ワンアウト。うん、英語し。さあ、この勢いで頑張ろうか、そしたら。わっしょい、低め156キロ、スピード出てます。火の玉の効果で結構ね、早い点、あ、なんか球が投げられやすくなってるはずなんで、まあそこはね、頑張って抑えたい。うん、1球ボール、よく見た。よく見られたって感じだな。足早いなー、そい、やべ、あの、これはショート、うい、正面。いただきました、ツーアウト。よしよしよし、3人で切る、ここはなんとか。そういえばこの間ですけど、クオリティスタートの、ちょっと僕、解釈を間違ってしまったようで、大変申し訳ございません。要は、ピッチャーとして、最大5回か6回まで投げて、で、それでまあ、3点以内で抑えるっていう試合を作ることをクオリティスタートと言うそうです。大変申し訳ございませんでした。そこを訂正しておきます。うん。
この間ね、ウィキペで調べた。なんてね。すい。一球ボール。いやー、ちょっとね、舌がぶったセリフが多いですけど、気にしないでください。え、ボール今の審判。今のはちょっとね、見とってもらってもいいと思うんだよ。ほい。オッケー、セカンドゴロ。カバーファースト、俺が取る。うい。よっしゃ、3人で切った。でとりあえずね、3点以内で抑えればいいはずなんで、頑張りたいと思います。6、7、8、あ、9番から、ラッキー。うん。いやー、ゼフ長の岩田さん、立ち上がりいいな、でも、お互いに。ほい。まあ、負けらんないですよ。とりあえず、外角、低め、キャッチャーの言う通り。おい。三振持ちか、なるほど。じゃあ、一気に、こことか投げたら、あー、ファールか。当ててくるんだ。すごい絶妙な球いったと思うんだけど、今。じゃあ、もう一球、キャッチャーの、信じて。おっと、嫌な予感がする。マジか。普通に打たれちったよ。さあ、どうする、ここ。ここ、ダイソー出すわけないよな。でも、球走ってくるのもない。走るのもないでしょうね。あ、バントマジで。ほい。やべーって。あ、これ、キャッチャー任せた。キャッチャーじゃねえ、サード任せてる。うん。あー、ワンアウトランナー二塁。まさかのバントとは思わなかったな。あー、西岡さん。あ、そう。じゃあ次ちょっと押さえて。ほい。オッケーオッケー。狙ってこう、しっかり。スイ。やべーって、あっしゃ、サードゴロ、サードゴロ、あぶねえ、正面。ツーアウト、ランナー二塁。でもまあ、これで3番だ。うん。あー、得点圏打率はでも2割7厘と、若干低め。よいしょ。まあ、チャンスに弱いっていうのは出てるんでしょうね、おそらく。この、能力の。なるほど。ほい。よっしゃ。今、いいとこ決まった。うん。じゃ、ここはね、足元を振らせて。今のは取ってよ、審判。じゃあ、ここか。いやー、いいとこ投げてるんだけどな。ここか、じゃあ。スイ。やべー、やべー、長打コースか。止めて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 。一三塁、一三塁。あー、これフォア、ま、次来るな、ま、どうしよう、ゴメス4番、あー、得点圏打率、低いのはマシだけど、でもちょっと、とりあえず高めは禁止。しまったー、どうだ、間に合い、よっしゃ、オッケー。危なかったー、またポテンのパターンかなと思ったけど、よかったよかった。今のはね、セカンドフライ、助かったよ。うん。ポテーンと飛んでたもんね。助かりました。さあさあ、どうだ、あー、残念ながら援護はなし。さあ、前半戦が終わり、4回の、守りになりますね。とりあえずはもう、物を言わせてストレートに頑張りましょう。キャッチャーの指示に従う。オッケー。いよいよ、スピード出てる。じゃあやっぱ、ここかな、低めに。スイ。うん、あー、ちょっとタイミング合わなかった、今のは。セットポジションの僕のピッチング、ちょっと下手くそなんですよね。若干、こう、タイミング取りづらいというか、ああ、ファールしてくるよ。粘り打ち持ちか、だから嫌だな、ちょっとピッチャーとしては。オッケー、あ、ファールかよ。あれもファールにしてくる。流し打ちで粘り打ちだからな。取って。審判、そこはちょっとなんかこう、温情的な感じで取ってよ。オッケー、あ、またファール。いやらしい。球数投げさせやがって。スイ。やばい。フルカウントまで持ってこられた。うわぁ、一人に10球投げちったよ、これ。ほい。またファール？粘られるなぁ。でもこれ絶対ボール投げられないしなぁ。ほい。これは、またファール。結構いる、ど真ん中だけはダメだなぁ。ここか。ほい。いやぁ、おここか。打ってきた。あー、抜けるし。あんだけ。シングル、シングル、シングル、シングルで止めて。先頭バッターを出してしまいました。おい。まずいな。ちょっとでも関本、足も、あー、怖いな。嫌な選手出したよ、これ。めちゃくちゃこれ、なんか、繋がったけど、繋がったってか、粘り打ちされたな。おい。まあ、絶好調男に、バントはさせねえわな。おい、オッケー。今危なかったな。じゃあ、ボール球を、振ってこい！よっしゃ、入ってきた！ストライク、結果笑い！ストライク入ってきたんだ。それはそれでよし。見逃し三振。あー、エゴシ。ゲッツーできるか、この足で。怖いな。できたら最高なんだけど。ほい！
オッケー、あーこれはでもよっしゃゲッツゴーいただいた。理想系今俺取らなくてよかったよ本当に。この二遊間の安心感がすごいわ。まさに洗い場を放送させるようなね、流れるようなこのゲッツープレイ。はい、いただきました。危なかったファーストもギリギリで。よっしゃゲッツー成功、よし来た。援護がようやく出た。なんとかここをゼロに抑えてクオリティスタートは達成しましょう。頑張って5回まで投げて、ほい6回だっけ5回だっけ忘れちゃったな。そこはまあもし詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よいしょ、オッケー追い込んだ。じゃあまた低めかとりあえず。スイ、これはセンターフライ、浅かった。センターフライというかポテンとまたセンター前ヒット、綺麗なゲッツーって。ゲッツーだったら狙うはゲッツーよ。そしたら仕方がないから、うわー綺麗に打たれたな。あーピッチャーさ、岩田稔バントか。じゃあここかな、えいキャッチャー、えいファーロン、この超ギリギリのところを攻めるっていうね。もうだからバントさせないそんな感じ。あーはいはいはい、これはヒッティング、マジか、スリーバント、ほい、あーバカバカバカ、絶対バントって感じなんだな。えオッケースリーバント失敗、スタンドに入っちゃうってどういうことよ。よしよしよし、いいぞ。なんとなくバントの対処法は分かった。まあ下手だー、一二塁、あーまずい。さあちょっとやばい感じになってきた。綺麗に足、また抜かれちゃったもんな。ピッチャー返しばっかりはどうしようもないな。さあでもワンアウト、うい、オッケー。今ちょっと甘い球だったけどよく入った。今たか、おおだ、おおお、あ、しまったしまったしまった、やべえ。あー逆だバカ、何やってんだ俺。あーやだやだやだ、投げたい投げたいよバカ。そうだよキャッチャーだから逆だよ。あー逆ってか焦っちゃった今。あーで、うわー出た失点、まずい。あーうわー俺なんで、痛い、これは痛い。逆転、逆転のタイムリー、一気に負け投手の予感がしてきた。まずいなこれ、どうしよう。ほい、いやーなー、まただー。しかも妙にこれはバックホームさせんな。よしよし、満塁満塁満塁、やべー、ワンアウトランナー満塁。これでエゴシ、じゃあ関本健太郎、うわースイ、いやーオーケー、あぶねあぶね、西浦さんありがとう。に2失点の抑えるよなんとか。これでもやばいなこのままだと。ほい、タイピンチのおかげで能力を発揮できてるはずー。よっしゃセカンドゴロナイス、山田哲人さんマジで守備範囲の広さありがとう。本当にこのね守備範囲の広さには助けてもらってます。さあ1点でも入れて、1点でも入れて、俺の負け投手の感じを消してくれ。ああ、いやーやっちまった、オッケーオッケー。久しぶりにやっぱりこう急になんかこうピッチャーゴロかなんかで焦って守備なんかしちゃうとダメですね。こうオッケーオッケー、キャッチャーがどこかみたいな、もう分かったらちゃんと覚えとかないといけませんね。焦っちゃうわ。さあほい、いやー今でもなー、あれしっかり取れればゲッツーいけたもんな。そうすれば2点取られる心配もなかったのに。まあまあまあ、でもまあ9大点なのかな。おい、オッケー。じゃあ外角高め、ボール苦手な方向へ投げる、打ってきたが、これはセカンドの守備範囲内。ザス、さあここで代打だな、さすがに帰ってくるのか。あーなるほど、鶴岡一世、あー怖い、ストレート系に強い。いやーほい、オッケー、でもスピードは出てるんだな十分。頑張ろう、わっしょい、追い込んだ。じゃあ外角低めギリギリのライン、そこ、ここを投げる、絶妙三振、綺麗なとこ行きましたね今。さあどうだ、援護、よし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 、これ勝ち投手きた。あーあー、でもまあ負けたか試合は、残念、くそー。でも奇跡的に僕負け減ったな、ま、負け星つかなかった、黒星やった、クオリティスタート達成ですね、ありがとうございます。
試合は作ったと思いましょう。にしてもあの満塁はな、痛かったな。守備練習しとけばよかった、ちゃんと。ピッチャーはどこ、どのボタンでどこ投げるみたいなもんは。あー、はい、3連敗。6回を被安打9、奪三振3、2失点。勝ちがつかず残念。いえいえいえ、仕方ないっすよ。まあ、一応評価はいただけるんだったらね、僕としてもありがたいですから。まあ、褒められた。やった。お、投手陣の中心、中心活躍。おー、先発の柱、ありがとうございます。次回は。あ、ってことは、これから、登板するタイミングが増えるわけだね。なんかこう、ローテーションが進むみたいな感じで。うん、他はどうだと。おー、なんかいい試合してるね、全体的に。はい、最後に順位表。特に順位に変動はなしと。しかし、お得意様にしてる阪神に負けちゃうとはな、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。オッケー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 。ゼロいいね。で、こっち、よいしょ。来い。あ、近い。おー、よかった、地雷。あ、いいね、近くの場所に地雷があるって。よいしょ、ほい。ゼロいいね。で、よっ。あー、怖い。あの、多分ここだと思うんだよね。多分ね、ここにあると思うんですよ。俺的には。だから、こっちならどうだ。うわー、2か、怖っ。でも、ここならよいしょ。あ、1か。わかんねえ。ここ大丈夫か、せいやったー。